1% でも可能性があるのならば、それ目指して戦うのみだ。ショスケチャンネル、ボアの G、どうもショスケです。さあ今回もやってまいりました、試合当日恒例 FC 東京の試合、試合予想してみたのお時間でございます。というわけで、さあ前節本当に悔しい負け方だったと思うんです。ただ一番悔しいのはやっぱりあの場面でやっぱりハンドを犯してしまった高橋選手、だったり、やっぱりあの場面でやっぱり、ね、勝ち切ること、まあ点を決め切ることができなかった部分もあるだろうし、やっぱり全体的にね、名古屋に押し込まれた部分もあると思うんで、そこはもう仕方がないんで切り替えて、もう残りね、数試合しかないんで、みんなで戦っていきましょう。では今回の戦いはこちら。さあ今回のカードバン、11月18日水曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第32節、ベガルタ仙台戦は岩テックスタジアム仙台で行われます。てなわけで、さあちょっとね、仙台なかなかすぐ出てこなかったんだけど、そういうもんでございますよ。まあ僕の記憶もね、まあ、人間ですから、人間的に記憶も抜けますわよ。まあ、ただね、岩テックスタジアムさんはちょっと先日ね、岩手の方に行ってまいりまして、その時にね、ちょっと帰りにフラッと立ち寄った場所でもございます。まあ通過しただけなんだけどね、本当その説はすいませんでしたね。まあ、そんな仙台でございますけども、ね、森の都仙台、そこでね、ACL 前に、本当、しっかり気持ち込めてね、ACL に弾みをつけるためにも、この試合大事になってくると思うんで、ね、戦っていきたいなと思います。では、まず予想スタメンから出勤いきましょう。それが、こちら。さあ、今回の予想スタメンがこちらでございますね。今回はゴールキーパー林選手、ACL 前ですから、最終調整という形でゴールキーパー出てくるんじゃないかと思います。で、まあ、ほぼほぼベストメンバー。で来るかなと思います。で、まあ、サブに東選手が入るっていうのは、まあ、ニュースにもなってるんで、まあ途中球と変わったりするのかなと思ったり、まあ、まあ、誰と変わってもやっぱり敬語は多分絶対出てくると思うんで、まあそう予想したいなと思います。であと、まあ、前節ね、一応レアンドロシフトという形でちょっと失敗してるんで、今回レアン、ディエゴ、長井のこの3トップで、来るんじゃないかなと予想させていただきました。さて、ここからですね、両チームの、注目選手、要注意選手見ていきたいんですけども、まず FC 東京の注目選手がこちら、バン、フォワード、背番号11番、永井健介選手ということで、今本当、J リーグでも、屈指のスピードを誇る、スピードスターでございますね。FC 東京でスピードスターっていうと、やっぱりこう重宝される部分があるんで、やっぱこの永井選手のスピード、ここを生かしていければ、あと、まあ、ディエゴのキープから永井が抜け出してっていうシーンも多々あると思うし、あとはこのレアンドロとうまくさらにコンビネーションを組めればもっと面白くなるんじゃないかなと思います。そして、ベガルタ仙台のファン、サポーターの皆さん、お待たせいたしました、ね。仙台といったらね、まあ、牛タンだったり笹かまぼこだったりするんですけども、僕はやっぱり仙台の駅前にあるパルコに入っているぴょんぴょん車です。はい、そこのぴょんぴょん車のビビンバはうまかった。というわけで、ベガルタ仙台の要注意がこちら、バン、フォワード、背番号20番、長澤俊選手ということで、前節ハットトリックを決めてるんですよね。まあ、ヤッチが、契約の関係で出れないんで、まあ、ただ、長澤選手、まあ、こういうところで怖さを出してくれば、まあ、もちろんね、日本代表の候補にも上がっていた選手なので、うまさはもう十分折り紙付きでございます。なんで、この中澤選手をいかにこのディフェンスライン、モリゲ、ツヨポンが抑えることができるか、そこにもかかってくるかなと思います。そしてさあ、今回の試合予想なんですけど、前節ガンバに勝ってんだよね。でうちはちょっとなかなか調子乗りたり乗れなかったりラジバンダリーなんで、難しいゲームになると思うんですけど、あえてこう予想させていただきました。今節の試合予想、2対0で FC 東京の勝利と予想させていただきました。今回のおさらい、バン、11月18日水曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第32節、ベガルタ仙台戦はアウェー、ユアテックスタジアム仙台で行われます。なお、この試合はね、我々アウェーのサポーターはもちろんスタジアムに入ることができるんですけれども、やっぱりまだね、コロナが怖い、まあ、今第3波来てますから、ぶっちゃけ怖いからっていう人はね、おとなしくダゾンで見ますよ、見としてと言って、今回は実況ないんですよ。すいませんね。仕事あるからこそのこの活動なんで、
やっぱ仕事あってのこの YouTube 活動でもあるんで、そこはご了承ください。はい、というわけで、まあね、まあ、ベガルタ仙台さんほど前節 4-0 でガンバに勝ってる、まあ、ほんと久しぶりの勝利だったっていうのはあるんですけど、まあ、長澤俊選手絶対ここで、まあ、波乗ってきてるんで、そこを抑えることができれば、まあ、今シーズンね広告とかないんで、それ考えたら仙台さんとしては、まあ、勝ち負け関係なく、まあ、まずはそのチームの、ね、パワーアップ、まあ、力量を上げていくっていう部分、ただその、まあ、赤字っていうのもあったりするんでね、クラブの業績、ね、あったりもするんで、まあ、ちょっと来シーズンもこのメンバーでいけるかどうか、ぶっちゃけ仙台に関しては不透明すぎます。ただまあね、こう一つプラスの材料が生まれれば、もちろんスポンサーさんとかもね増えてくるんじゃないかなと思うんで、まずはもちろん我々 FC 東京としてもね、ACL 前最後の試合になるんで、ここでしっかりと勢いに乗ってね、ACL に向かっていきたいと思うんで、お互いがやっぱりこう思う部分非常に強いと思うんで、お互いのね気持ちという部分で、ね、出し合っていければいいかなと思います。やっぱりユアスター、本当さっきも言いましたけど、僕としては本当十何年ぶりにユアスターの前通ったんだよね。十何年前ユアスター行ったんだけど、本当この間岩手の会にユアスター寄りました、ユアスターちょっと前通りまして、懐かしいなっていう気持ちと、あの頃の純粋に東京を愛するって気持ち、今でも薄れてる気がするんで、その気持ちをまた取り戻すことができたかなと思います。本当今コロナでね、本当辛い状況でありますけども、チームの勝利を願って、願う気持ちはみんな一緒なんでね、本当ここでまずしっかりと勝ち点取って、残りこの試合3試合に、全力で戦っていければいいなというふうに思います。というわけで、私しょすけ、Twitter、Instagram、TikTokツイッター、インスタグラム、TikTok、そのゲーム配信のメディアティブ、そしてあとネット配信のポコチャとツイキャス、こちらもやっております。ツイキャスの方は、まあ、コラボ枠ってことで、まあ、上がりたいからどうぞご自由にどうぞって感じでね、やらさせていただいております。でポコチャの方もね、できるだけ毎日配信するようにしてますんでね、まあ、気まぐれラジオもあり、顔出し配信もありって形でやってますんで、ぜひね、僕の全部チャンネルの概要欄に、リンクありますんでね、そちらの方からフォローとチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、今回中澤俊、要注意はいいんでねと思ったから高評価、そして年内300人目標ね、もうほとんど残り数ヶ月ですけどもね、300人目指して頑張っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、今回の動画は以上にしたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは皆さん、今日仙台にしっかりと勝っていこうじゃないか、ずんだ食べるんだよ、ずんだを。それではまた、あてまーす。ずんだ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 。